ったですわね。いや、こちらが早く来すぎただけだろう。エイだったらものすごく緊張していたもんね。無理もないさ、俺たちもガチガチだもんな。んちょっとわざわざ言わないでちょうだい。ふむ、精進が足らんな。
わ。お待ちしていました。方々、お揃いのようですな。今日この日を迎えられたこと、女神と獅子神皇帝の恩寵であろう。ただしそれとは別に尽力してくれた者たちがいる。月祭前の騒乱を阻止したというトールズ本校と分校の生徒たちだ。加えて教官陣に卒業生遊撃士の協力もあったと聞き及んでいる。すでに帝都庁より表彰されたと聞いたが、改めて拍手を。それでは皆さん、どうか存分に食し、語り合い、愛を傾けられてください。今宵は無礼講ですが、頃合いにダンスもありますので、飲みすぎにはご注意を。無論自分をはじめ生徒諸君は飲酒は禁止ですが。しれっと飲むつもりだったが。ってダメでしょ。しかし変わられたな、本当に。それでは皆様、グラスをお持ちください。この良き夜に乾杯して始めるといたしましょう。プロージット、プロージット。Thank you.
こたびは招待していただき、半年前に続いてのご感情をなんと感謝してよいものか。両人とも頭を上げてほしい。もはや水に流した話、キコーラの今の貢献を考えれば蒸し返す必要もなかろうなあ、ハイアームズ公。ええ、あの内戦については四大名門の不徳の致すところ、私自身叶うことなら謹慎したくもありましたが。それはやめてくれ。気候まで引っ込まれては帝国の片輪が回らぬだろう。ログナー公も帝都に来たならばこちらに来てほしかったもの。そうですな、祝賀会とは別に期間中に機会を設けましょう。
皆さん、お待たせしました。まずは我が姉アルフィンが最初にダンスを披露いたします。待ちに待った方々も多いのではないでしょうか。僕と同じく姉も17歳となり、公式行事では初の披露となります。お相手を務めていただくのはトールズ士官学院専任教官、灰色の騎士リーン・シュバルツァー殿。あれが皇女殿下。男爵家らしいが、今の時勢ならちょうどいいかもしれません。なかなか押し出しも良さそうだ。やはりこうなったか。うん、噂はされてたけど。まあ名誉なことよね。うん、皇女殿下の初めてのお相手をするのだからな。ラウラ、なんかやらしい。まあフィーちゃん、やれやれ。コクただでさえマシマシのくせに、皇女の婿候補とはな。でもなんか周りが勝手に盛り上がってるような。まあそういう側面も多分にあるだろうな。どうなるんでしょう。そうね。実はリーンさんとは以前から親しくさせていただいております。私の一番の親友の兄君として紹介させていただきます。エリゼ・シュバルツァー嬢、アストライア女学院の学生会長も務める才媛ですわ。彼女も私と同じく公でのダンス初披露となります。そこでリーンさんに相手を決めていただきましょう。どちらを選んだとしても恨みっこなしということで。さすがは姫様。なるほど、大した方ね。もうだが正直は。では僭越ながら、我が妹と無二の親友たる皇女殿下双方のお相手を務めさせていただきます。部長法ではありますが、まずはシュバルツァー兄弟の踊りご賞覧いただければ。誰の入れ知恵なのかな。まったく、なんて羨ましい男だだが俺キレキの当ても見事外れたようだな。ああ、最初に殿下と踊ってしまえばリーンを取り込む動きが始まるだろう。しかしまず妹と踊ったことでその意味はかなり薄まったからなあの子ったら。なかなかの男ぶりだな、灰色の騎士殿は。シュバルツァ卿の薫陶があればこそでしょう。さあ、ワコードたちよ、続くがよい。今宵は青き月の月祭、さぞ精霊たちも浮き立っていよう。
遅れて申し訳ありませんでした。あ、兄上。いらっしゃいましたか。ルーファス総督、おお、いらっしゃったとは。さすがというか、一瞬で場を持っていったな。いえ、実は先に帝都庁主催の祝賀会へ行っておりまして、オリバルト殿下や知事閣下、ログナー公やアルゼイド子爵にもご挨拶してきたところです。そうか。お気遣い痛み入ります。まだ酔いの口、宴もまだまだだ。料理と酒の追加を引き続き楽しんでくれたまえ。ユーシス、そなたも来るがいい。あとはマキアス君にアリサ君、エリオット君にラウラ君もどうかな。ならばバレスタイン君にハーシェル君も呼ぶとしようか。来たまえ、王妃殿下に改めて紹介しよう。どういうことだ。知るか。だが行かぬわけにも行くまい。なんで僕らだけって、家族絡みってこと。ええ、ま、それじゃあ行ってくるね。気になりますね。うん、私たちも近…そうだな、リンさん。おう、クレア。どうしたんですか。その、驚かれると思いますが、ある方がリンさんを呼んでいらっしゃいまして。それって先ほど中座なさった。わかりました。みんな行ってくる。ああ、しっかりな。粗相しないようにね。兄様、教官。突き当たりの右手になります。それでは行きましょうか。奥の部屋みたいですね。ええ、参りましょう。リーン・シュバルツァー殿、いらっしゃいました。ああ、通してくれ。出してすまぬな、シュバルツァー教官。いえ、お声かけくださり光栄至極です。妹ごとアルフィンとのダンスも見せてもらった。噂にたがわぬエスコートぶり、娘もさぞ喜んでいよう。いや、それは冗談だ。オリバルトも世話になっているし、アルフィンに至っては、そして内戦の最後にはセドリックの命も救ってもらっている。世も妃も感謝しているのだよ。7組全員に対してもそうだが、祖先が勝った灰の乗り手として多くの危機を防いでくれたそなたにな。ご存知でいらっしゃいましたか。
ドライケルス邸の真実を。ああ、無論だ。ついでに言うと、宰相とシュヴァルツァー卿の縁もな。ご存知ならですね、自分と宰相の関係。ああ、とある理由でだが、宰相も否定はしなかったから、おそらく間違ってはおらぬのだろう。彼と世はある意味で似た者同士と言えるだろう。愚かな陰謀により愛する者を失った点において。父についての話を聞きました。ですが陛下については。昔の話だよ、オリバルトの生みの母親。そういえばなんとなくそう、以前風の噂で聞いたことがあったな。平民出身のお相手で殿下を残して亡くなられたとか。
しまってもよかったのでしょうか。何、そこらの大貴族ならばおそらくは知っているような事情だ。確かなのは、世にしても宰相にしても愛する者を失いつつ息子は無事だった。それは共通していると言えるだろう。確かに。それで陛下は准将だった彼を帝国宰相へと抜擢された。親近感を感じていたのは確かだ。だがリベールとの停戦において彼が見せた鮮やかな手腕に確信を抱いたのが大きいな。ハーメルの件は心が痛んだが、あれが知られるわけにはいかなかった。縁因となった四大名門も同じで、その前の彼女の一件も合わせて大貴族を牽制し譲歩させたわけだ。初の平民出身の帝国宰相の誕生を。ようやくわかりました。ですが、宰相が就任して13年、帝国の状況は大きく変化しています。大貴族が力を落とす一方、宰相閣下は明らかに危険な方向に帝国の舵を切ろうとしている。それが正しいとは自分にはどうしても思えません。そなたの言うことはわかる。オリバルトの考えもな。オリバルトは弟や妹の将来を誰よりも大切に思ってくれている。その意味で大貴族よりもむしろ宰相を危険視しているのだろう。だがことは単純ではないのだ。世や宰相の件にしてもハーメルの件にしても、この国では信じられぬ愚行が時に突発的に起きることがある。かの獅子戦役では腹違いとはいえ王子全員が血みどろの争いを繰り広げた。帝国の歴史は血と炎にまみれている。他のどの国よりもはるかにな。それは確かにそうかもしれない。政治や戦争に暴力はつきものとはいえ、侵略戦争の口実にするために自国民を虐殺しようと。帝国史を教えるそなたにも感じるところはあるようだな。だがならば帝国人は生来残虐な気質を持っているのか。いえ、質実剛健で生真面目、誇りを重んじる帝国人の気質。武を尊ぶとはいえ、いたずらにそれを振り回さないのも美徳とされています。それらの事件はまるで魔が差したようにも思います。その通りだ。このエレボニアには存在する人の心を狂わせ歪める何かが、おそらくそれは建国当初から存在する呪いとでも呼ぶべきもの。黒の師匠を読んでいれば薄々感じているのではないか。その名前は、どうやら教会が探っているようだが、あれの原本は皇帝家が所有していてな、帝位を継いだ者のみが中身を読む資格があるのだよ。そして原本には歴史の陰で何があったか、これから何が起こるかまで記されている。
おそらくそれは避けられぬ宿業。いや、避けようとすれば歪みは大きくなる。それが世が宰相のやろうとしていることを止めぬ理由の一つだ。見守らせてもらおうと思っている。建国以来宿業に呪われし、エレボニアの君主として我が息子や赤き翼が、貴族の新たな光が、そして新旧揃った七組が、世の定冠と宰相の鋼の意志を超える道を示せるかどうかをな。必ずや道を見出すことをお約束します。七組としてだけでなく、皇太子殿下やあまたの卒業生も含めたと。その理屈で言えば世や宰相も入ることになるが、うん、だがそれでよい。お疲れ様でした。どんなお話かは存じませんが、有意義な時間だったみたいですね。ええ、この上なく。その通りだ。このエレボニアには存在する人の心を狂わせ歪める何かが。リーンさん。いえ、その少佐、参考までに聞きたい。話は終わったかね。どうやら君も、いや、お前も話があるようだ。あまり時間は取れないが、近くに控え室を用意している。さて。お言葉に甘えさせていただきます。どうしたんだ、アッシュ。しょんべんだ。お前も連れしょんするか。あのな、いや、僕は遠慮しとくよ。でもせっかくの機会なんだし、エスケープはしないでくれよ。は？いや、さすがに緊張するけど、なかなかいい宴だと思ってさ。帰るなら七組一緒がいいだろ。ったく、坊ちゃんというかジャジャ馬と同じレベルというか、つうか俺も含めて妙なノリに影響を受けてるわけか。おや、どうしました？いや、トイレを借りた帰りなんすけど、ちょっと妙な落とし物を見つけちゃいましてね。妙な落とし物？ねえ、あっちの角なんすけど。
差しで話すのは初めてか。無論14年前のあの日以前を除いてだが、先ほど陛下から話を伺いました。そしてクレイグ閣下からも。そうらしいな。陛下は私の事情のおおよそをご存知でいらっしゃる。だがクレイグやバンダイク元帥は表面しか知らぬだろう。元帝国正規軍准将イリアス・オズボーンに何があったのかを。ならば話してください。14年前の惨劇でなぜ俺は実の息子を手放し別人のように変わってしまったのか。多くの者を踏みにじり誇りと尊厳と独立心を奪い内戦の種をまいたのはあなただ。そしてジュライに続いてクロスベルとノーザンブリアを併合し今まさに共和国との戦争を準備している。一方で黒の攻防と結託し何らかの形で表と裏を連動させようとしている。一体何を、いや一体どうして。それなりに掴んだようだな。偽りの英雄の身分に溺れなかったことは褒めておこう。まあいい、まずは答え合わせといこう。あの惨劇の後カーシャを失いお前をユミルに預けた私は3ヶ月後陛下の勅命を受けた。そしてハーメルの事件を調査しリベールの女王との交渉に入ったのだ。女王は苦悩しつつも一日でも早い平和の実現のために停戦協定に応じ、帰国したレクターの父を中心とした主戦派召喚を軍法会議で極刑に処して当時の四大名門の長たちを牽制した。それら全てを一月で終わらせた功績で私は陛下に宰相として抜擢されたのだ。テオには感謝している。何も明かさぬ私の頼みを受け入れてくれたのだ。しかしその時に彼やお前との絆も断たれたのだ。四大名門を敵に回し改革を断行する身にとって足かせは不要だからな。カーシャと言うんですか。俺を産んでくれた女性の名は。宰相となった私は反対勢力を潰しながら鉄道網と領土拡張を行い権力を拡大した。その裏で結社と取引し黒の攻防ともよしみを結んだわけだ。リベールの異変後結社との協力関係は終了したが黒の攻防は取り込んだ。そして2年前ルーファスを動かして貴族連合を陥れ、最終的に結社が進めていた減塩計画を奪ったというわけだ。減塩計画とは何ですか。それを利用してあなたたちは何をしようとしているんだ。結社の狙いはあくまで女神の七司法に尽きると言えよう。
リベールでの復員計画同様、その計画もあくまで焦点はそこにある。クロスベルのうつろなる幻でエレボニアの炎を呼び起こす。だがそれはただの炎ではない。かつて暗黒の地に存在していた二つの至宝、その総国の果てに生み出された大いなる位置、帝国にある人、物、歴史のすべてはその祝福と呪いの上に成り立っている。それくらいは秘書の断片からも読み取れよう。皇帝陛下が閣下をお呼びしているそうですが。わかった、話はここまでだ。待ってください、話はまだ終わっていない。聞きたいことはいくらでもあるんだ。内戦の時心臓を撃たれたあなたがどうして生きていたのかも。傭兵王や鋼の聖女ジークフリードと同じなのか、それとも俺のこの左胸の傷や鬼の力とは関係あるんですか。14年前の襲撃でお前は心臓の近くを剣材で貫かれた。カーシャはお前の母はせめてお前だけでもと頼んで事切れた。だからこそ私は決断した。己の心臓を息子に移すのを。それが私がクローアームブラストに撃たれても無事だった理由だ。それ以上は宿題としよう。我が子供たちと同様な。少佐、会場まで送ってやりたまえ。我らが英雄殿は混乱している最中のようだ。探知機にかからない樹脂製の火薬式拳銃、お膳立てされたみたいで気に食わねえが。ま、贅沢は言ってられねえか。普通ではないことは、ですがリーンさんへの思いがないということは、私もレクターさんもミリアムちゃんもおそらくルーファス総督も閣下に手を差し伸べていただいた身です。多分あなたの代わりだったのかもしれません。ありがとう、
今は何とか受け止めてみます。リン、リン教官。陛下から呼ばれたと聞いたが、どうしたんだ。オズボン宰相にも呼ばれた。お二人とお話を。というかあんた、ちょっと顔が白いわよ。本当だ。一体何が。今話せることじゃない。だがまだ何も終わってなくて。何この祝賀会が終わった後、ここにいる全員で改めて話せないか。ええ、私も裏の状況についてもう少し詳しく説明。俺の事情についても時間が許せば話させてもらおう。私たちもいいんですよね。ええ、一蓮托生でしょ。会長もぜひ。うん、同席させてもらうね。そういえばアッシュはどうしたんだ。あれ、会場にはさっきクルトさんと話していませんで。ああ、用を足すって言って。そういえばつい。そういうことか。レクター？クレアも？ハーメルの意地、そんな風に誘導するとはな。クレア、ミリアンも来い。俺たちも行くぞ。あれはリーさんたち。何かあったのでしょうか。お待ちください。ちょっと聞いてまいりますね。相変わらずだな、あの方は。だからこそでしょ。己のミスらかける剛腕、僕たちを導かれる方として頼もしい限りです。我らの一員として様になってこられましたね。段取りで月祭中に声明を出そうと思っております。簡単に運ぶとも思えぬが、そなたのことだ。手立ては講じているのだろう。恐れながら。失礼するぜ。そなたは。トールズ第二七組、アッシュ・カーバイドか。ハーメルの三人目の維持が何用だ。ハーメル、総因果が巡ったか。目がさ、左目がうずくんだよ。ガキの頃からずっとだ。あの光景が焼き付いて離れねえ。おふくろを見とった時もそうだ。一番悪い奴を殺せ、殺せって。村を襲った両兵どもは皆殺し、首謀者も
あんたが全員処刑した。ハーメルの名も地図から消えた。許したのは皇帝のあんただ。黙認したリベールの女王ってのも同罪かもしれねえ。俺を置き去りにしてまんまと逃げたあの二人も。首謀者の息子ってカカシ野郎も。なあ、教えてくれよ。このうずきを消すのに俺は誰をやりゃいいんだ。これが呪いか。ええ、こたびの煮えでしょう。当然私が妥当だろう。ただし心臓はやめておくがいい。無意に終わるだろうからな。ここだ。うまくいけば万が一はあるだろう。無駄だ、足とやら。そのものはすでに人外。おそらく果てることはない。陛下、また若者に無意をさせる必要はあるまい。アッシュよ、ハーメルの席は全て世にある。長年の苦しみから解き放たれるがよい。ふざけんな。なんでそんな。応急処置を。その者の仕業ですか。ええ、恐れながら。折しも共和国工作員の件があったばかりです。この者が内通者である可能性は。ベルヌ社製の火薬式拳銃、検知器にかからない特殊なものです。残念ながらその可能性は否定できませんね。